はい、出てちょうだい。お前が出るんじゃんか。こんばんは。って、なんで礼儀正しくしてるのかしら。いつもなら隙間からこんにちはなのに、私誰と会話してるのかしら。外に化け物がいた。偽マリサだったのね。そう、やべえ、上海心臓止まりそうだった。上海も気をつけなさい。ここら辺には規制を上げる変な女がいるらしいから。人里ではメジャー級都市伝説らしいわ。そうかい。そんなことよりクッキーよ。普通の材料だけにした方がいい。そばかが。どっかのお土産かよっていうか、アリスにしては普通だから、結局何に突っ込み入れればいいのかさっぱりわかんないよ。またインターホンになったわ。この音どうにかしろよ。上海外。上海は犬じゃないから。なんだよ、何度も何度も立て続けにチェンジされてもおかしくないあれだぞ。お前チェンジとは何よ。チェンジとは硬い偏見の掛け声だよ。嘘をつかないでちょうだい。そもそもあなた誰。アリス・マーガトロイドと不快な仲間たちの初号機マサイ号の上海人形だ。名前を聞いてるのよ。今のが名前だよ。変な名前で悪いか。ごめん、いきなり塩らしくなるなよ。そんなことより臭いわよ、ここらへん。お前の匂いだよ。違うわよ。人聞きの悪いこと言わないでちょうだい。わくさ、踊り草、お前草。だから私じゃないわよ。その外壁にぶっかけられてるものから匂ってるわよ。お前変なもんかけんなよ。ブツわよ。なんかしょっちゅうキノコの汁的なものを廃棄してくるやつがいるんだよ。完全に嫌がらせだよな。大変ね。今日やっと犯人を目撃できたよ。まったく。だから犯人じゃないっての。あなたじゃ話にならないわ。主人を出しなさい、主人を。え、いいの。いいのってどういうことよ。とにかく上がらせてもらうわよ。久しぶりの客だ。マリサじゃない。どうなってるの。待った。今日のイベントだけどね、あなたはここに待機ってことになったから。しゃべった。くそ、もっと話にならないじゃない。だから言ったじゃんか。誰だか知らないけど、いいところに来たわ。ちょっとクッキー作りたいな。クッキー。一応顔見知りなのに初見扱いされたわ。あの白黒魔法使いのことになると見ても立ってもいられなくなるんだ。アリスは言葉で聞くと可愛らしいけど、実際は迷惑極まりないわね。で、結局どうなのよ。何が。ここに来るのは紅白なのか白黒の方なのか。幸か不幸か白黒。マジで。普通の会話は流してるのに、そういう話題にはすぐ食いついてくるわね。もうこの際、飴でもいいわ。妥協案が飴っていうのが何なのか全然わからないわ。別にお前もそこに食いつかないでいいよ。しまったわね。で、結局何しに来たわけ、お前さん。っていうか、なんでタメ口。なんで敬語使わないといけないんだよ。はい。上海ね。なんで怒られたの。さあ、そこの服の色合いが厳しい人、ちょっとメレンゲ作って。メレンゲ。卵白混ぜるとできるやつだよ。卵白。おお、お前は
お前ですっげえめんどくさい女だな。幻想郷にできる女はいねえのかよ。私はバター、あなたはメレンゲ。はい、もう帰りたいよ土に。痛くないけどついちゃったぜ。もうマリサ、やる気出してよ。お米食べろ。一身上の都合でこの場面はなしってことにならないか。ためらいは死よりも罪深い。何言ってんだよ。そもそもなんでそんなに毛嫌いしてるの。はて、なんでだろう。特に理由ないの。周りがそんな空気だから自動的にこんな風になってたけど、見ている分にはアリスは面白いやつだからな。じゃあ別に嫌がる理由もないね。そうだな。じゃあ早速この無駄にでかい家に入るか。そうだね。わっ、くそ。気にすんな。アリスの家の付近はいつもこんな感じなんだ。今度は私が行くの嫌になりそうだよ。我慢しろ。結局お前たち何してんの。お菓子作りかな。初めての。上海もそんな滑稽なものを見せられてどう反応していいのか分かんないよ。上海は何味がいい。クッキーって生地を作った後に味が調節できるもんなのかよ。私がココアパウダーを一生懸命振りかけたのよ。なぜにそんなにノリノリなんだ。アリスのジャッジガンが発動したって体の反応。え、何それ。あなたいきなり何言ってるの。上海に聞くな。こっちだって説明するのも嫌だよ。マリサが、マリサが来る。来るわけないだろ。見た目的には変身か脱皮の途中って感じね。ぐぐぐ、この世で特定の人物の位置が分かったら妖怪よ。お前妖怪だろ。私の場合は長生きの結果とかだから。来たの。え、今の変な音は何。インターフォンだよ。なんでこんな気持ち悪い音なのよ。お前の時も鳴ってたよ。おい、このマリサ様が出向いてやったぞ。しかも当たってるのかよ。何落ち着いてんだ。しまった。打ち合わせのつもりがお菓子作りが楽しくてつい。乙女かよ。うわ、人形が喋った。幻想郷ではよくあることだよ。なんか上海すごい忙しいよ。あれ、お前前のイベントあたりでボロ雑巾みたいになってなかったっけ。ああ、あれな、魂の入れ物があれば何度でも蘇れるんだよ。お前も中二病かよ。ちげえよ。そもそも人形なんだから操られてるんじゃないのか。自立型ってことにしておいて。頭痛とか手足のしびれとかな。あ、そう。何かいい匂いがするね。甘い匂いだな。また変な雑草でも似てるのか。ちょっとどうするのよ。まだこのステージは何やるか決めてないわよ。そんなこと言われてもそれはアリスのせい。喫茶店でいいんじゃないかしら。文化祭じゃねえよ。じゃあそれで。お前も了承すんなよ。全然戦ってないじゃんか。戦えよ。客商売は戦場なのよ。確かにそうだけど、アリスが声高らかに言っていいセリフでもないぞ。じゃあメニューは持っていかないと。ないよ。はい、あんの。とりあえず上海は接客してきて。私はブツを作るから。本当にやるんだ。じゃあ私はオーダーを繰り返す人やるわ。お前誰だよ。おい、いつまで客を待たせるんだよ。
向こうも乗ってきてるぞ。何なんだこれ、もしかして上海がおかしいの。じゃあ3ステージ喫茶マガトロの開店よ。どう見ても馬水の居酒屋か蕎麦屋のネーミングだぞ。うん、賢者としての威厳なしだな。とっくの昔からご存知よ。どうかい。なんかゆかり様が働き始めましたよ。ゆかり様、立派です。おい、おめえら。あ、なんだ、なぜここにいる。こっちすごい暇だよ。神社の方にも、その謎の隙間から中継してる謎の映像をこっちにも頼むよ。何を言ってるのかよくわからんが、隙間はゆかり様しか操作できないから無理だ。あいつ自身がしょっちゅう隙間能力忘れてるのに何言ってんだ。全然反論になってないが、それに反論できないのがとても悔しいな。そもそもどうやってここに来た。神社からここへの隙間が空いてたから。ああ、さっき鍵を閉めるのを忘れてました。隙間締まりはちゃんとしてもらわないと。まったく。みんなここで見ればいいんじゃない。大勢が一箇所にいるとみんな勝手に喋ってめんどくさいだろ。それのせいで空気になるやつも出てくるんだよね。なぜ私に振るのですか。ごめんね、ヨウム。すまん。ごめんを。何もしてないのに惨めな気分になれました。どうもありがとうございます。じゃあこうしましょう。この隙間をちぎって半分だけ持ち行ってもらいましょう。なんだか悪いな、そこまでしてもらって。42インチが半分になっちゃうけど我慢してね。我慢っていうか、そんな芸当ができることに内心びっくりです。すっごい便利ですね。隙間といえば、例えるなら願いを叶える7つの玉とか、素顔から発射されるフラッシュみたいなものだから便利なのよ。じゃあ持っていくからな、後で返すから。はあ、まあ返さないでもいいと思う。そっか。わあ、お嬢が喋った。遅っ。ほらメニュー。こっちもふざけてノリはしたけど、本当にメニューがあるとは。私はピリニーマンラッシェ。ねえよ。残念残念。ピリニー一丁あるのかよ。ドブロク一丁。結局ないのかよ。なんだこのオプションって。よく聞いてくれたわね。いつの間に。これは画期的なシステムなのよ。お金を払って店に無茶を要求できるのよ。へえ、まあよくあるやつだな。え、そうなの。なんだこのビンタって。それね、それは1000円でビンタを。はい、1000円。なぜ殴る。上海にもぶたれたことないのに。殴れる大きさなら毎日ぶっ飛ばしてるよ。そういうオプションだろ。違うわよ、私たちが殴る側よ。なんで金払ってぶん殴られないといけないんだよ。お前はバカか。え、でも女にはやらなきゃならない時があるのよ。お前の精神論には誰も賛同しねえよ。このヨガって何？皮膚の？それは私たちと一緒にヨガのストレッチをして体をリフレッシュさせるのよ。なんで飲食店で疲れなきゃいけないんだよ。じゃあ試しにこれ。じゃあ店員一号頼んだわ。
こう見えても人形だからな。曲げたら真っ二つだよ。じゃあ定員2号。え、無理。私結構体硬いもん。お前たちが真っ先にリフレッシュされろ。どう見てもこいつらはフレッシュになれないだろ。ちげえねえや。なんて屈辱を受けないといけないの。悔しい。でも接客しちゃう。なんだこのオプションは。守護霊って。こんなこともあろうかと守護霊が見えるようになる修行はしておいたのよ。すげえ。お前のその熱意をもっと別のところに向けろよ。試しに定員2号の守護霊を見てあげるわ。なんで私が生贄なのよ。どうせなら向こうの連中を見なさいよ。ほんにゃかふんにゃか。何これ、年齢丸太。私の守護霊なんなのよ。え、人じゃないの、何なの。そこの悪魔子は、え、液体、牛乳、消毒済みなの。え、もはや生き物でもないよ。どういうことなの。ただものじゃないとは思ってたけど、みんなすげえバッグがいるんだな。そういうマリサは、これは、私の守護霊、どんだけ恥辱まみれなんだよ。キモ。守護霊っていうよりお前を見てアリスは沸騰してるんじゃないか。なんだ、いつものアリスか。もっと嫌がってもいいと思うぞ。なんか合コンとかで相手を主観する合法的なやり方みたいだね。お前の知識どっから来るんだよ。守護霊オプション1回4800円よ。これはやりたい。やりたくねえよ。途中でお前をぶん殴ってよくてもやらねえよ。もっと五感が刺激されるようなのないの。どれもこれもやだなんて困ったマリサとその他一体ね。いいから飯持ってこいよ。じゃあこれなら気に入ると思うわね。このオプションは他のとはわけが違うわよ。話を聞けよ。これはね、一緒にナイフ投げてくれる星型のバンパーみたいな容姿の優れものなのよ。ん、それ本物のオプションじゃねえか。しかも何そのダサいデザインは。誰も使わねえよ。何それ、おかしい。せっかくナイスデザインだったから質屋で買ったのに。いくらだったんだそれ。300円。まあ確かにこれはないわね。400円だったら買わなかったし。持ち主は今頃何してるのかしら。一瞬レミリアが高周波の宇宙電波を受信したのかと思ったけど、これは便利ね。さすが隙間。それにしても皆さん、お茶が入りましたよ。わんさくや！見るな！今だけ向こうを見るな！あっちみんな！何が映ってるのですか？気になるじゃないですか。ちょっと残酷な描写が。何？見せなさい。なんてこった！さくやはあれな描写が大好きなやつだったのか！素なのか！お茶が、お茶がこぼれます。こぼれたお茶はまた汲めばいいのよ。こぼしたところから入れ直してくださいよ。せめて霊夢も見てないで、昨夜の心の傷が増えないように何とかして。ダメだこいつ、完全に偽物認識してやがる。なぜそこまで私に隠したがるんですか。さては次回作のレギュラーが決まったんですか。そうでしょう。そうじゃないよ、全然違うよ。こうなったら何か言い案でも。寝る。おい、よく考えたら私と昨夜
間の人間だけれども、それほど接点はない気がする。一体感は感じられない。いやいやいや、結構あるよ。家族だろ。血のつながっていない家族は非常に残酷なものなのよ。急に人生冷めんな。すみません、お嬢様、あまりに大暴れなので昨夜さん気絶させちゃいました。まあ悲しい現実見せるよりかはいいんじゃないと私は思う。今日は人がよく死ぬわね。死んでないから。もうオプションはいいよ。それより食べ物だろ、このイベントのテーマ的にも。え、このイベントってそんなテーマなの？違うの？じゃあなんでお前ら食べ物要求してきたんだよ。だってゆや子が知らぬ間に。知らぬ間に面倒な仕様を増やすなよ。楽しければいいんじゃないの？楽しくないから問題なんだよ。まあ次からゆゆ子に厳しく言っておくから。お前たちに次はないから別にいいけどな。ごもっともね。出番もな。え、ツンデレオプションは外せないと思うけど、そこのところはどう思う？オプションはいらねって言ってるだろ。お前のツンデレ具合ってどこかおかしいし。もうオプションって言葉だけで吹きそうだよ。プランのツボもいまいちわからんし。食べ物だけど、あいにくとクッキー以外は特に用意してないわ。私は可愛い喫茶店がしたいから。ふざけろ、私たちは肉類を所望しておるのだぞ。無理は言っちゃダメよ。じゃあさ、キモだから。食べたいものをメニューに書いちゃっていいわよ。すげえ適当だけどすげえ画期的な喫茶店だな。もう画期的ってレベルを超越してるぞ。アリスすごいな、未来に生きてんな。書かれたものを店員1号2号が探しに行くから。途端に原始的。見て見てマリサ、カエル30円。そんなの食いたくないだろ。まだまだだなフラン。見ろ、生ガエル30円。やけよせめて。山の家の生ガエル30円。誰だよ。そんなの簡単じゃない、すぐ持ってきてあげるわ。なんでやる気満々なんだよ。嘘嘘嘘、今の嘘。今食いたいものか。ねえな。ないの？結局ないのかよ。上海はうるさいわね。この空間の唯一の両親にうるさいって言っちゃったよ、この人。自分で両親なんて言うやつに本当の両親は備わってないのよ。上海朝食。アリスはごく稀にごもっともなことを言うな。グーの音も出ないぜ。見て見てマリサ、幽霊の生き肝。6万円と。高い上にトンチみたいなメニューを作るなよ。ちょっと取ってくる。なんでそこまで喫茶店に尽くすのお前。来るつもりでしょうか、ゆかり様は。ゆゆくん、ちょっといい？ちょっとこっち来て。あー、本当に来た。ワクワクしますね。ジェンはいけない子だな。ちょっとこっち来ないで。こっち来んな。ちょっとだから、ほんのちょっとだからこっち来て。いや、何もしないから。何もしないからちょっとこっち来て。嘘だ。ちょっとだから。もうほらほら、ゆゆ子の好きなアメちゃんやろ。アメだ。ゆゆ子様、そんなものに惑わされないでください。ほらほら、おいで、アメあるよ。お前たち一体何をしているんだ。
三姉妹さん。名前覚えてないならいいよ、別に私たちだって身の程くらい知ってる。すみません。姉さんは常に怒ってるか鬱状態なの。申し訳ないわね。仕方ないよ、姉さんだし。はあ、複雑な家庭をお持ちのようで。ところで何の騒ぎだ。妖怪の賢者がお墓と鬼ごっこしてるぞ。身内に来た結果がこれだよ。ゆかり様だからしょうがないんだ。しょうがないで済むか。ちゃんとしろ、キュービー。すみません。あんたはこの中ではまともな方なんじゃないのか。ゆかり様の抑止力にはならないのです。そこをちゃんと分かってください。何言ってるか全然わからん。姉さん、墓が歩き回ってるよ。見ればわかる。どうせ怪しげな術で白玉楼の主が変貌したんだろう。ああ、誰よりも落ち着いてるな。誰よりも落ち着いてますね。もう彼女たちに任せた方がいいんじゃないでしょうか。でも穴が感じられませんね。そりゃそうだ。そう、普通にしてたらしてるでひどい言われようじゃないか。法的手段に出るぞ。あの墓石を破壊したなんちゃって。いや、姉さんが言えって命令されたの。なんで私に振る。お前の思いつきはお前だけで処理しろ。っていうかお前たち黙ってろ。騒がしいですね。そもそもあの二人、一人と一個は何をしているんだ。喫茶店のメニューの材料が足りないので、ゆかり様がゆう子様を生け捕りにしようとしているのです。お前は一体何を言っているんだ。事実なのでしょうがないでしょう。うわ、なんだあの構図、全然離ないな。やばいな。お前まで花ない花ない言うな。というかお前の方がよっぽどだぞ。不人気と申したか。不人気。ランさんまでひどいですよ。妻、それにしてもちょっと荒れすぎたので。何笑ってんすか。ゆかり様、やばいです。ガヤはガヤで収拾がつかなくなってきています。ほら、こっちよ、ゆゆこ。何？ガヤがガヤガヤしてます。ほら、ほんとね。でも私はゆゆこを捕まえないといけないから。そもそも硬そうなゆゆこ様を捕まえるより、ヨウモさんの判例の方が美味しそうですよ。